ダイヤ盗んでやったぜ。じゃあな。くっそ、ピーじゃどこ行きやがった。絶対この辺に隠れてるはずなんだけど。え、行き止まり。あのピーじゃは隠し扉から逃げるって聞いたことがあるけど。え、隠し扉、そんなもの作れるの？まず左右に6つずつこういう感じでね、 L 字型にして置いていくと。ピストの向き違ってたら動かないみたいだから要注意だね。したらこの角のところにブロック置いて、ピストンの上に適当なブロックを置いていくと、ピストンブロックの手前側にも1ブロック分設置して、まあ、3列ね設置するのが一番シンプルな形だね。あとは開閉されるブロックとその奥のピストンの上にレッドストーンリピーターを、まあ、こういう感じで左右に設置。その左右にレッドストーンパウダーをつないでレバーを引いたら、おお、うまくいってるね。あとは壁と同じブロックに変えちゃって、壁を作って回路あたりもね隠して、お、いいね、本当に隠し扉っぽくなったよ。ことはもしかしてこのレバーを引いてみると、あ、開いた、見つけたぞビリジャー。なんでここがわかった。ヘイヤー。